両者とも絶対勝ちたいという意識が強いでしょうね。そうですね、勝ち点3をどうしても取りたい一戦でもあります。大橋がタッチライン際キープしてサイドを変えている。キム・ジンヒョン、どうだ、残したか。タッチからバランスを失いましたけども、スピードのあるボールでしたからね、はい、今 VAR でチェックしているのはこのキム・ジンヒョンのプレーということですね。おそらくそうでしょうね。ジェイ屈指のパサーです。ヘッド、2点目を叩き込みました。来ましたよね、この落ちてくる山を越えて落ちてくるところ。そして瀬古と戻して池田、松田陸が行くセカンドボール。田中聡、面白いプレーを見せて、田陸、大橋スルーしてシュート、叩き込みました。バラダ、今シーズン J1 リーグ初ゴール、バラダの右足が光りました。のシュートシーンを演出しましたね。そうですね、戻してシュートはブロックしました。まだあります。シュート、大橋まだ行く、シュートだー、連続プレーでもぎ取りました。しっかりとゴールを見たというところ、大橋が見事に隅っこに蹴り込んだ。田中聡、ワイド岡本、もう一度石原弘和、運びます。岡本、浮き球を使って抜け出ってきます。山田直樹、クロスヘッドだ、ニアサイドぴったり合わせましたね。ねじ込みました。なんとなんと5点目。そこにいち早く察知した選手が湘南の大岩でしょうかね。そうですね、一名だけだったというところ、さすがにキム・ジンヒョンも。清武と瀬古、パス交換しながら瀬古が上がります。小池、瀬古が中に入ってきた。ホイッスルはなりました。ペナルティーエリアの中だ。逆サイドに決めました。1点を返しています。さすがの清武のゴールでしたね。体の向きから谷は予測をして自分の左手側に飛んだ。中島がその後ろに来ていましたが、ここでホイッスルです。湘南ベルマーレ7試合ぶりの勝ち点3、そして J1 リーグセレッソ戦は99年。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために、 J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。